はいどうも、ラッチステーションのラッチです。今日はループラップを、練習開始していきます。まずループラップのラップ側はかけ方はこうで、それを、ルーピングを左手でやりながらやるっていう技です。ルーピングをしてかけて、で、ほどくときは、アウトサイドループになって、外すんですけど、そこのアウトサイドに移るところが結構ループが止まっちゃって、アラウンドになってうまくほどけないっていうことがあるので、まあ、そこのところをね、修正していこうと思います。今の良かったですね。あれでラップ側の、スリープをちゃんと最後までまっすぐ回したらいいんじゃないかなと思います。今映像で確認してみたら、回した後にここ右手がちゃんと回ってなかったっていうことで、こっちにほどいた時に絡まってたんで、ここをちゃんと回して、このループ側のヨーヨーと干渉しないようにするっていうのをね、しっかり徹底してやっていこうと思います。まあ今日一日やったんですけど、まあこれは習得まで結構長丁場になりそうなので、とりあえず今日の段階のこんな感じっていうのをやって、今日のヨーヨー日記は終わりにしようと思います。はい、こんな感じで、左手のループの方も、安定させるように、練習していきます。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録と評価よろしくお願いします。他の動画もチェックしてみてください。それではラッチステーションのラッチでした。また明日。